ヘルゴラントは、ドイツ海軍の戦艦。ヘルゴラント級のネームシップ、一番艦艦名は1890年8月10日、ヘルゴランドザンジバル条約により、ドイツ国領となった北海に存在するヘルゴラント、島に由来する。ドイツ海軍が巡航させた2番目の土球戦艦の、艦級で、その特徴的な六角形の手法配置から一見、最初の土球戦艦。 ナッサウ級の拡大版に見える。本級の整備された時代は、土球戦艦時代に突入した時期であり、これを喧艦競争で、イギリスに追いつく後期と捉えた、ドイツ側は、ナッサウ級の建造と同時に北海とバルト海を結ぶ、キール運河とビルヘルムスハーフェン軍港の春節を進め、ドックを拡張することにより、無理のない幅と喫水を持った艦型を実現することに、成功した。 その結果として、本級は12インチの安定したプラットフォームか、間室と火薬庫の配置改善、幅を広げたことによる縦通角壁の二重化、区画細分による水中防御の向上と攻防力の的確な改善を実現した。しかし高速を約束するタービン機関が巡洋戦艦に優先的に回されたため、本級の機関は全級と同じレシプロ機関であり、 燃料事情により、重油戦勝艦には最後まで改造されなかったため、速力の増加は少なかった。何より時期と排水量的に、イギリス帝国海軍で退避される戦艦としては、方向兵装の配置が適切でなかった。コロッサス級戦艦は30.5、平方センチメートル連装砲塔を5機装備し、2、3番砲塔が、定型配置、4、 5番砲塔が背負い式に配置されている。ちょうど急戦艦オライオン急戦艦は34.3平方センチメートル連装砲塔を5機有し、これをすべて中心線上に配置していた。両艦は原則砲力10門を誇っていたが、ヘルゴラント級は第二本帝国海軍、河内型戦艦と同じく30.5センチメートル砲12門、に連装砲塔6機を装備。 これを六角形に配置しており、原則法力は八門に過ぎなかった。そのため、次のカイザー級ではコロッサス級戦艦の方配置に、習い、また、軽二飛級戦艦では、オライオン級戦艦の方配置を参考に全砲塔を中心線上に置き、さらに前後の砲塔を背を意識とした。だが、当時の状況では一石でも多くの土級戦艦を抑止力として整備する必要があった。 またナスソウ級のラインラントがバルト海の作戦で座礁し最終駅できなかったりバイエルン級のバイエルンが同じくバルト海で嫌いによる予想外の損害を受けたことに比べヘルゴラント級の2番艦オストフリースラントが触来した時は1月の修理で復帰しているアメリカ空軍の爆撃標的艦となった際にはその防御力が比較的優れていることを証明した 三番艦中林源の乗務員の公明受験がきっかけとなり、キール軍港の反乱が勃発。これはドイツ革命に発展し最終的な敗戦を招いたが、ヘルゴラント急戦艦四隻はいずれも、ユトランド沖海戦に参加し、手砲を数十度にわたり制射して役割を果たした。四番艦オルデンブルクは日本に賠償として引き渡されたが、 日本政府は19000ポンドで本館を売却し、オランダのドルトリヒトで解体された。ありがとうございます。